どうも皆さん、こんにちは、ワンダーワンド。リリースしてツードロー、リュウです。さあ、本日はですね、久しぶりのリンクスラジオのお時間でございます。さあ、やってまいりました、リンクスラジオ。久しぶりですね。本日取り上げるテーマはこちら。デュエルリンクス史上、最も金がかかったデッキランキング。通称、廃課金デッキランキングとも言いますが、こちらをご紹介していきたいと思います。あのね、僕のそのふざけたデッキ、あのプレミアム加工ばっかり積んでるふざけたデッキあるじゃないですか。あのデッキではなくてですね、あのちゃんと環境で活躍したデッキの中で強かったデッキという、まあそういうカテゴリーというか、そういう分け方で、ご紹介していきます。でですね、まずですね、そのデッキ紹介に入る前に大前提知識として皆さんにお伝えしておかなければいけない情報がありましてですね、それがスキルというものなんですよ。デュエルリンクスっていうのは、OCG とかと違ってスキルっていう概念がありまして、でそれがそのカードとかではなくて、別枠として、まあ、存在してるわけですね。で、このね、セレブ副社長っていう、スキルを皆さんご存知でしょうか。このスキルがね、あまりにも闇が深かったんですよ。これはですね、コナミが我々消費者から金をむしり取ろうと思って作ったスキルなんですけども、これがね、あまりにもやばいこと書いてありまして、スキル分自分のライフポイントが1000減るごとに使用できます。ドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、デッキからより加工の高いカードをランダムでドローする。だから、まあ、1000ライフ払う減るっていうのは難しくないですよね。コズミックサイクロンっていうカードがリンクスにも実装されてますんで、このカードでまあとりあえずバック除去したりとか、まあ単純にそのライフで受けたりとか、まあすれば簡単にライフを1000減らすってことはできるんですけども、まあ書いてあることがやばいのが、そのデッキからより加工の高いカードをランダムでドローするってこと。つまりですね、強いカードを加工が高ければ確定でドローできるんですよ。わかりますか、言ってることが。その1000ライフ減らせるだけで次のデッキトップのドローが確定するんです。ディスティニードローですね、いわゆる。簡単に言うと、これができてしまうっていう、このスキルがマジでやばかったです。これ本当に闇が深い。このゲームの闇が深いところは、このスキルと言っていい。1位からね、ちょっとね、発表していこうかなと思います。今回は廃課金デッキランキング第1位から、セレブ小脇デッキ。これ皆さんご存知ですか。これですね、実はね、世界大会、世界大会というか KC カップっていうのがあるんですよ。あのデュエルリンクスにはね、1位になると世界大会いけるっていう、まあそういう大会なんですけども、これで1位を取ったデッキがいわゆるセレブ小脇っていうんでした。ちなみにこの、デッキ、期待値的に計算すると20万円くらいかかります。組むのにだいたい20万円かかります。世界大会1位になるためにはまず20万円をかけないといけません、投資でね。はい。で、まあ、どういうデッキのギミックかというと、まずですね、揃えなければいけないカードが3枚ありまして、それがこのね、小脇メイの混合格って言われている、これ見ただけで吐き気する人も今いるんじゃないかなと思うんですよ。もうリンクス民だったらこれね、ほんと強かったんですよ、リンクスだと。小脇メイのカードを何でもサーチできるっていう万能サーチカードでございまして、そのサーチカードをスキルで確定でサーチしてくるっていうことですね。つまり簡単に言うと、コズミックサイクロン1枚打ってから次のデッキトップドローが必ず小脇メイの混合格にするために、このカードを社員加工で3枚揃えるんです。社員加工で3枚、これが期待値的に含めると、これどこで入手できるかっていうと、これね、レボリューションビギニングっていうメインボックスの SR なんですよ。これがやっぱね、社員加工を3枚集めるっていうのがかなりハードルが高くて、これがめちゃくちゃ辛かった。これ大体社員加工が出る、まあ、確率っていうのが、まあ、10% くらいですね。でちなみにプレミアム加工が出る確率は大体、1% くらいと言われていまして、まあ、これは私のパワー系統計学による、まあ、情報なんで結構確かかなと思うんですが、これ結構ね、伝説がありましてね、あるね、その、まあ、世界大会1位の、まあ、プレイヤーがこれを使っていたんですが、このセレブ小脇っていうデッキを。でそれを、その情報を得たプレイヤー、まあ、その1位になったプレイヤーを A としましょう。で、プレイヤー B の人は、その情報を A から聞きまして、おじゃあ金かければ、世界1位になれるかもしれないんだと思ったらしいんですよ、KC カップ中に。で、なんとですね、そこで18万円ほど課金をしまして、このコナキメールの混合格の社員加工を引き抜きましたよと。18万円かけて。
で、なんと2枚しか社員加工が手に入らなかったんですね、その時。なんですけど、その、まあ、2枚しか社員加工が入っていないセレブ小脇デッキを使って、世界5位を、獲得しています。そのプレイヤー B は、もちろんプレイヤー A の方は世界1位を獲得しているんですが、金をかければその時の環境は1位になる可能性があったってことなんですよ。まあもちろんプレイングとかも必要ですけども、ちなみにその時の世界1位のデッキ、そして世界4位のデッキ、世界5位のデッキ、すべてこのデッキです。まあ基本的にセレブ小脇と言われているデッキですね。課金額はね、結構ね、まちまちで、これやっぱ社員加工が手に入る確率が運ゲーっていうところがあるので、あのね、まあ、そうだな、まあ、運が良かったら本当3万とかで手に入るし、運悪かったらまあ50万とかかかるかもしれないし、みたいな感じなんですよね。だから、期待値的には20万だけど、もっとかかるかもしれないし、もっと早く、作れるかもしれないみたいな、ちょっとギャンブル性の高いデッキでございました。金アイコンの中に、3人20万円かかるデッキがあるってやっぱ神ゲーでしょ。これ神ゲーなんですよ。当時はですね、その6部衆環境、まあ戦国時代と言われていまして、6部衆ばっかりの環境で、KC カップに、2回に1回は6部衆当たるみたいな環境だったんですね。だから、まあ、このデッキ結構、まあ、6部衆にもそこそこの勝率があって、他のデッキにはかなり勝率高いみたいなデッキだったので、だからね、結構な勝率を、まあ、誇ることができたっていう、そういうデッキでございましたね。まあ、後にも先にもね、2回に1回、その同じデッキと当たる KC カップなかったと思うんで、これはね、まあ、クソ環境と言っても、まあ、いいんじゃないかなと僕は思っています。ちなみにこれがやばいのはこのスキル、このスキルがまあやばいっていうことがまあやっとまあ理解できたんでしょうね、コナミさん。お得意のアトラシじゃんけんですよ。課金させるだけさせまして、でひたすらに金をむしり取った上で、はいスキル修正しますっていうはいスキル修正しますってことで、まあ無事セレブ副社長っていうスキルは修正になりましたと。これは大人がやることなんでしょうか。というわけで第1位はセレブ小脇デッキでございました。だいたい今期待値20万円。さあそして第2位の発表いきましょう。第2位、これはセレブネオスですね。セレブネオス、まあセレブ小脇ネオスとも言うんですけれども、このデッキはですね、まあ、簡単に説明すると、ストラクチャをある程度周回する必要があります。ストラクチャをまあそうだな、100個とか買う必要があるんで、だ10万とかくらいですかね、期待値的には。これね、何がね強いかっていうと、そのまたセレブ副社長っていう、まあ、スキルの話になるんですけども、まあ1000ライフ減らすことによって確定で、まあそのプレミアム加工のカードをドローしてくることができるので、これはねプレミアム加工のネオスフュージョンを1枚持っている人が組みますね。これは要は1000ライフ減らして、で次のデッキトップのドローを必ずネオスフュージョンにするんですよ。そうすることによって、そのネオスフュージョン1枚で出せるブレイブネオスっていうね、リンクスカイ最強モンスター、これを出すことができましたっていう、そういうデッキですね。で、完成形は、ネオスフュージョンがプレミアムで、社員の、ミラクルフュージョンが1枚っていう、これがね、一応完成形って言われていまして、これなんでかっていうと、そのね、ネオスフュージョンで、落とすモンスターを、まあ、ブレイブネオス、出すんですけども、ネオスと、例えばこいつ、会長グライフとか、これにするんですよ。で、会長グライフは風属性なんで、ミラクルフュージョンを、発動することによって、このグレートトルネード。このグレートトルネードを出すことができるんですね。まあ、これはまあ、ちょっと社員加工のカードはまあ、強いカードだったら何でもいいんですけど、まあ、例えばまあ、ラバゴーレムとか、なんかそういうカードでも別にいいんですけど、クリボールとか。まあ、社員加工のところは何でもいいんだけど、とりあえずプレミアム加工のネオスフュージョンと1枚社員加工の強いカード何か。みたいな組み合わせが本当に強かったですね、このデッキは。このね、プレミアムがね、多分ね、期待値10万ってくらいなのかな、多分。まあ、半額セールとかやってると5万とかになるんですけども。まあ、だからまあ、簡単に組むとしたら5万とかで組めんのかな、一応。だからこのデッキ大体まあ、10万、5万から10万です。5万から10万。ちなみにですね、竜とかいう気持ち悪いおじさんはですね、このネオスフュージョンが入っているストラクチャーを大体400周くらい、まあ、してるんで、まあ頭おかしいんですけども、どうだろうな、30万とか35万とかぐらいかけてるんですよね。このゲームに。頭おかしくない？それ迷惑じゃないっていうね。なんですけれども、まあね、そんなことまでしなくても1枚ネオスフュージョンがあって、1枚なんか社員加工のなんか強いカードがあればよかったんで、まあそこそこまあ組みやすいっちゃ、組みやすいデッキだったんじゃないかなというふうに思います。というわけで第2位はセレブ小脇ネオスでございました。さあそして第3位ですね。第3位の発表いきます。第3位は、セレブ打天使。セレブ打天使です。これね、ちょっと難しいところがあって、その実は理想系を組むとするんだったら、
第1位にランキングしてくる可能性すらあるほどの廃課金デッキなんですよ。これなんてかっていうと、多分ですね、理想系組むとしたら本当に20万とかかかる可能性があって、これなんてかっていうと、プレミアム加工の打天使の追放と社員加工の、コズミックサイクロンっていうのを、持ってる人が結構理想系を組めるって言われていたデッキで、このね、打天使の追放っていうカードが、バルハラコーリングっていう、これまたメインボックスなんですよね。メインの UR なんですよ。これのプレミアムをゲットするのって相当な確率なんですよね。うん、メインの UR のプレミアムってすごい低確率なんで、まず 1% にプラスして、そのカードを出るまで向かわないといけないっていう、その試行回数のあれがあるんで、だめちゃくちゃかかるんですよ、金が。だから、まあ、もしかしたら理想系で言うと第1位まであるんですけど、まあ、一応妥協点として社員の打点者の追放でも一応組めないことはないので、なので一応第3位にしました、このデッキは。これね、実はね、その肝はね、そのセレブ副社長っていうスキルが、その1000はちょっとやりすぎたと思ってコナミが修正するんですよ。1800にライフコストが減った後に登場したりきたんですよ、これ。だからまだセレブ副社長を修正された後でも活躍していたっていうことなんですよね、セレブ副社長が。なので修正が下手くそなんですよ、とにかくコナミっていうのは本当修正が下手くそなので、なんか修正した後もちゃんと活躍してるっていうね、このスキルがどんだけ闇深い、このゲーム。まあ、ギミックとしてはですね、結構簡単で、まあ、親族の打天使とか、コズミックサイクロンとかで、まあ、ライフ減らして、で、2000減ることになるんですけども、そうすると再生レベル副社長が使えるので、社員の、まあ、打天使の追放を引いてきたりとか、そういうギミックですね、基本的には。では、この、そのカードが、かなりの、そのサーチカード、まあ、さっきの第1位の混合格と一緒で、まあ、万能サーチカードなんですよ、この追放っていうカードが。だこれを、まあ、引いてきて、で、まあ、欲しいカードにアクセスしていくっていう、まあ、そんなようなね、ギミックでした。で、まあ、こういう、この打天使の、まあ、追放を見るだけで結構吐き気がする人は結構リンクスミンには多くてですね、今やもう本当に、ガチガチにリミットを、被せられてまして、これ打天使の系って言われてるんですけども、キーカードはほぼほぼリミット2とかリミット1にぶち込まれているといった状況でございます。というわけで、第3位は、打天使セレブ打天使でございました。いかがでしたでしょうか。とにかくこのゲームね、闇深すぎますよね。まあ、今このセレブ副社長っていうスキルなくなった、まあ、なくなったっていうか、まあかなり弱くなったんで、まあありがたいかなとは思いますけど、それにしてもですよね、今やだってどういう風になったかっていうと、セレブ副社長っていうスキル、デュエル評価の加工カードプレイングの評価点が 1.5 倍になるっていうクソどうでもいい、まあ効果と、あと自分のライフが2000減った後にドローフェーズ時に、なんかデッキより加工カードの加工の高いカードをランダムでドローするっていう、完全にディスティリドローの回顧感になりますよ。ディスティリドローでええやんみたいな、スキルになっちゃったんですよね。だからね、まあ、一個言えることは、コナミの調整が下手くそだっていうことと、このゲーム闇深すぎるよねっていうことですね。まあ、ちょっと特殊なランキングだったかなと思いますけども、まあ、そういう、まあ、時代があったんだよっていうことを皆さんにお伝えできたらいいなと思います。それでは次のまた動画でね、お会いしましょう。バイバイ。